はい、どうも翔平 TV です。本日は最強リーグ2023年決勝トーナメント、お相手はヒュージさん。決勝まで勝ち進んだ強豪チームです。 EBC がどんな試合を見せるのか。本日のスタメンはこちら。1番にセカンドで元中日ドラゴンズの滝野要選手がおります。翔平 TV 初出演は DH の引木選手、センター村山選手、サード太田選手、ライトの綿貫選手です。先発は星選手、元エイジェクのピッチャーです。さあ本日はとても緊迫した試合になります。さあ1番バッターノーツーからまたもやボールでスリーボールとなり、緊張しているのかと、リラックスしろと言っております。しかしね、星選手素晴らしいですよ。はい、 3-1 から、はい、これで追い込みました。 3-2 となって6球目。さあどうだ。はい、こちら惜しくも外れてしまいましてね、フォアボールとなってしまいました。先頭フォアボール、そして2番バッターですね。お次はさあ走ってくるのかどうかと警戒もしながらピッチングをします。はい、こちら2番バッターが素晴らしいバッティングでレフト前、ノーアウトランナー 1、2 塁とピンチとなってしまいます。こちら3番バッター、早めにストライク入れたいところ。はい、こちらまずストライク、そして2球目。はい、こちらファールで2球で追い込みました。さあワンボールツーストライクとなって、こちら、はい、こちらね、すごいです。これフォークで三振、素晴らしい。ワンアウト。さあワンアウトでランナー 1、2塁。さあまだ気が抜けません。バッターは4番。さあ星はどんなピッチングをするか。ランナー 1、2塁、一発いかれますよ。はい、ここでボールと。はい、さあどんなピッチングを見せるか。はい、まっすぐストライクと、ワンストライクワンボール。星君意外と緊張してないかもしれないですね。こちらちょっと高いですけどね、ストライクで追い込みました。さあ追い込んだ、有利ですよ。こちら、はい、はい、こちら変化球で真ん中三振。4番バッター手が出ませんでした。さあ5番バッターね、振ってきますよ。2アウトランナー2塁1塁。はい、こちらさあこれがねライト前に落ちてタイムリーとなってしまいました。でもね、技ありナイスバッティングです。2アウトランナー1、3塁となりましてね。はい、こちらね先っぽですね。これがファーストの後ろ、ライトの前に落ちました。さあ星君切り替えていきましょう。2アウトランナー1、3塁、バッター6番。さあリラックスしていきましょうか。はい、こちらファールです。初球から振ってくるんでね、すごい厄介ですよね。さあ行きましょう。はい、はい、こちら鋭い打球、抜けていたら1点、または2点入ってしまう。しかし拍手をしているということは、はい、こちらセカンドのナイス反応で3アウトチェンジと、さあ1点でなんとか止められました。さあ EBC の攻撃、新入団元中日ドラゴンズ滝野要が打席に入ります。1番バッターで元プロと、すごいプレッシャーを与えています。さあ左ピッチャーもトルネードピッチャーです。素晴らしいボールを投げます。さあ滝野選手、どんなバッティングをするのか。翔平 TV 初出演です。さあもう構えがもうすごいプロって感じ、プロですよね。すごいもう威圧感感じますね。さあはい、こちら鋭い打球がファールとなります。さあチャンスを作ってほしい。はい、こちら技ありバッティング、逆方向ヒット、素晴らしい。先頭出ました。ランナー1塁、バッターは2番松本代表。はい、こちら走った。はい、滝野さんセーフ、素晴らしいですね。ノーアウトランナー二塁、2-2となりまして、進塁打が欲しかったですが、上がりまして落ちるかもしれない。しかしセカンドナイスキャッチでワンアウトランナー二塁。さあ3番バッター加藤選手、元アメリカ独立リーガーです。はい、こちらうまいです。こちらセンター前行きまして、木野選手はホームインと同点となりました。ナイスバッティング、加藤光大ナイスバッティング。さあ4番バッターどんどんいきましょう。ワンアウトランナー一塁、ワンストライクからこちらデッドボールで再びチャンスとなります。ランナー一・二塁、バッター5番の引木、バッティングが売りですからね。パコーンとファーストゴロとなってしまいました。はい、この送球がランナーに当たりましてオールセーフ。野口君大丈夫かな、ポカーンとしてた感じですけどね。はい、満塁となりまして大チャンス。こちらね、叩きをサインを出しました。さあこれね、ちょっと僕のサインミスかもしれないですけどね、エンドランの良かったかな。はい、コースプレーなんでね。ツーアウトとなりまして、バッター村山君フライですね、ショートフライで同点でね、チェンジとなりました。まだまだ逆転のチャンスはあります。さあ2回表、バッターは滝沢選手、まさかの星選手とね、先輩後輩だということで、他にも、星選手と先輩後輩の関係、鶴岡東高校選手いますが、私はこの選手をすごい注目しておりました。はい、今のところですね、星選手の方が優勢な気がもしますけども、木澤選手もすごいね、粘りを見せております。先輩後輩1個下ということで、はい、バチバチですね、バチバチですよ。さあ 2-2 となって、はい、こちらも当ててきます。すごい燃えてるのが分かりましたよ、本当に。はい、こちらファーストに転がってアウトとなりまして、今回は先輩後輩、先輩の星選手が勝利。そしてお次のバッターショートゴロ、ショート加藤選手がきっちり守って2アウト、素晴らしいです。さあ2アウトとなって 3-1。 はい、こちらサードゴロ、素晴らしい安定感、太田君ナイス、三者凡退となりました。さあそのサード太田君のバッターですね。はい、こちら打ちました。これは入ったんじゃない、入ったんじゃない、フェンチョク、フェンチョク、はい、ノーパワーと言われてますが、いやいや、もうパワーすごいあります。もうちょっと、もうちょっと惜しいな、もうちょっと惜しかった。まあ本日ね、彼がキーとなりますんでね。ランナー二塁、さあバッター渡崎選手が、はい、レフト前に落として、こちら間に合うかと、こちら間に合うかと、惜しくもアウトということでね、レフトがナイス送球でした。なかなか簡単には点取れませんでしたね。そしてバッター1番滝野選手に戻りまして、フラッと上がった打球はセンターの前に落ちてストップ、ワンアウトランナー1・2塁となります。バッターは松本君、はい、こちらね、見逃したんですけど、セカンドランナー渡辺選手飛び出していて、はい、アウトとなってしまいまして、ちょっと足をなんかひねったという話を聞きましたんでね、大丈夫でしょうか。2アウトランナー2塁となって、松本選手が、はい、こちらファーストゴロ、こちらチェンジとなります。ちょっと惜しかったですね。さあ3回の表になりました。変わらずピッチャー星選手、はい、どの選手もヒュージさんは初球から振ってくるイメージがありました。はい、フルカウントからサードゴロ、しかし弾いてしまいまして、バックアップショート、しかし惜しくもセーフと、素晴らしいね連携だったんですけどね。はい、お次のバッターセカンドゴロで進塁、ワンアウトランナー2塁となります。さあお次のバッター3番バッターかな、ショートゴロ、はい、アウトとなりましてツーアウトランナー3塁。1本出てしまうと勝ち越されてしまう4番バッター、はい、こちらピッチャーゴロ、キュルキュルですね。うまくさばいてアウト、ピンチを出しました。ナイスです。さあ3回の裏、先ほどヒットを打っている加藤選手サードゴロアウトとなりまして、ワンアウト。4番野口選手、先ほどデッドボール、はい、引きつけたんですけどセンターナイスプレーでツーアウト。5番引き選手、はい、セカンドゴロ、三者凡退となります。本日の動画はここまでです。次回熱戦が繰り広げられます。いつもご視聴ありがとうございます。よければチャンネル登録とコメント高評価ぜひともよろしくお願いします。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではあいしょー。そう